日常演劇の食歌日記にようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスの新作フラペチーノといちご商品、そしてティラミスとチーズタルトを食べたいと思います。コールドブリューフラペチーノにコーヒーティラミスフラペチーノとティーティラミスフラペチーノ、いろいろありますけどどれも美味しそうですね。いちごも甘酸っぱそうな色がある。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはコーヒーティラミスフラペチーノからいただきます。続いてはチーズタルト、はい、続いてコールドブリューストロベリータルト、なんだっけこれ、はい、ティラミス、いちごドーナツ、いやストロベリードーナツか、はい、コーヒーティラミスにフラペチーノはティラミスのほんわかした酸味とほろ苦さがコーヒーとよく混ぜ合って美味しかったです。そして次に食べたチーズタルト、チーズの濃厚さ、噛んだ瞬間に口の中にふわっと広がりました。タルト生地がしっとり系なのでそこはちょっと自分の好みとは違いましたね。その次のコールドブリューシャリシャリとした氷が入っていて、コーヒーのさっぱりとした味とともにうまく混ざって美味しかったです。そして次に食べたストロベリータルト、ストロベリーのイチゴのジャムの甘酸っぱさとムースが口の中にふわっと広がってきて、そこの方のタルト生地とよく合っていて美味しかったですが、こちらもタルトはしっとり系なのでさっくりの方がより良かったかなとも思いました。そして次に飲んだラテシェケラート、これはちょっとなんかキャラメルのような香ばしさと多分オレンジシトラス系の柑橘系の酸味が口の中に広がってきてさっぱりと仲ができました。次に食べたコーヒーティラミスはコーヒーが一番そこに染み込んでいってスポンジの辛い香り、そのほろ苦さを出していて美味しかったですし、レアチーズクリームもさっぱりしていましたね。そしてその次のいちごドーナツはスターバックスのドーナツおなじみのもっちりとした食べ応えのある生地の中からいちごジャムとチョコの甘酸っぱさが広がってきて美味しかったです。フード系の中では今回はコーヒーティラミスが一番美味しかったのでそれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。そして飲み物はこちらのティーティラミスフラペチーノは一番美味しかったですね。コーヒーと比べるとティーの方は紅茶の香りが口の中により広がってきて、苦味と苦味でぶつからない分よりこちらの方が紅茶という味を楽しむことができて、ティラミスとも程よい相乗効果を出していたように思いました。なのでこれを飲み物の中ではおすすめですね。というわけでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。円周辺お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。